ということで始まりました、コツの趣味部屋。はい、もう見ての通りね、もう箱をぐるっと一回転させましたが、はい、呪術廻戦から五条悟、そちらのね、紫を放っているポーズですね。はい、こちらがね、ついに発売されました。はい、いやー、あのね、呪術廻戦自体がね、ちょっとね、人気自体がね、下火になってきてる感じがありますよね。なんか軒並みグッズとかのね、値段が結構ガタ落ちしてる感じがあるんで、まあなんていうんですかね、呪術廻戦離れがちょっと始まってるんですよね。ちょっと悲しいですけれどもね。はい、でも私はブレません。はい、とにかく五条先生が大好きということでね、これを購入しました。はい、ということでね、今回はこちらのフィギュアーズゼロなんですよね。はい、これをね、開封させていただきたいと思います。ではね、とりあえず箱は 見たんで、ブリスターの状態ですね、そちらの方をお見せしたいと思います。ということでね、ブリスターの方も回転させてみていただきましたがね、まあ、見てわかる通りね、こちらね、タッパはそんなにないんですけれど、奥行きがあるんですよね。まあ、とにかくエフェクトがね、あるんで、その分奥行きがかなりありますね、こちらのフィギュアは。はい。まあ、実際ね、もう、ブリスターから開けてね、見てもらった方が早いでしょう。はい。ブリスター出します。はい、早速ね、ブリスターから開けましたので見ていただきましょう。こちら、はい、いやー、すっごいエフェクトがね、とにかくすごい。これの何がすごいって、エフェクトがすごいんだよね。いや、すっごい、こう、まがまがしい感じとかね、あとこのね、ちょっと鋭利に尖ってる部分が何気にちょっと危ないですね、これ。めっちゃ痛い、これ。で、色はね、もうグラデーションですね。もうクリアパーツですね。元の素材をクリアパーツで塗装してやる感じ。なので、このね、エフェクトの先端に行くに従ってもうクリアになってる感じですね。はい。で、肝心の紫の、このね、玉の方ですけれども、こんな風にね、赤とね、青が入り混じった感じがよく再現されてますね。はい。で、後ろにはね、まあ、風ですよね。多分風をイメージした感じのエフェクト。はい。後ろの方にね、バーって広がるような感じになってますね。うん。って感じの五条先生の方はというとね、まあ、ちょっとね、エフェクトが邪魔でなかなか近づけないんですけれども、はい。はい。顔はこんな感じですね。うん。まあ、なんていうんですかね。思ったよりきつい表情じゃないっていうんですかね。うん、なんかすっごい無表情。うん、なんか結構澄ましたような感じの目つきですね。うん、で、髪の毛はね、まあ術を放っているんで、まあ風の巻き上げで結構オールバック気味になってますけれどもね。まあ、でもこの髪の毛もね、ちゃんとグラデーションになってるんですよね。うん。
結構髪の毛もツンツンしてますね、これツンツンヘア。この角度から見るとね、かっこいいですね。うん、このね、指先もね、うん、ちゃんとあのね、原作みたいな感じの指になってますね。うん、まあ角度によってね、さまざまな表情に見えますよね。まあ、こっちの角度からするとね、髪の毛が巻き上がっているんで表情が見えやすくなってますけれども、逆側から見るとね、うん、髪の毛がこっちの方に垂れ下がっているんでね、うん、まあ、ちょっと表情が変わりますよね。これはどうですかね、皆さんはどう買いましたかね。まあなかなかね、ちょっと呪術廻戦離れが進んじゃっているんで、まあ、購入を控えたという方もいるとは思いますけれども、うん、まあ、この動画を見てね、まあどう思ったでしょうかね。はい、まあ、自分的にはまあエフェクトとかね、まあ、総合的なこのポージングがすごいよく再現されてるなっていうね、まあ、再現っていうか、まあこういう感じで放ってたんだろうなっていうイメージですよね。うん、まあ、あとは髪型とか、あとは表情ですよね。それはちょっと好み分かれるかなっていう感じに見受けられます。うん、まあ良くも悪くもまあ中の上ぐらいかな。まあ私個人的な見解でね。はい、まあでもとにかく奥行きがね、あるんでケースとかね選ぶと思います。はい、いやこんなに奥行きがあるとは思わなかったな。はい、ということでね、一応この後回転台座に回してね、お別れとなりますが、まあ一応ね、呪術廻戦系はね、自分はとりあえずはね、うん、気になったものは購入していこうかというスタイルは崩しません。はい。まあ、特にね、五条先生に至っては、まあ、すでにね、渋スクの五条先生の4巻の表紙イラストのモノクロバージョンとかね、もう予約しちゃってますしね。はい、まあ、そういうのもね届き次第、まあ、ご紹介していきます。はい、なのでね、まあアニメがまたね始まれば人気が上がってくるとは思いますんでね、皆さんもねどうかね呪術廻戦離れずに応援してあげてください。ほんとね、最近のグッズのね、値崩れが激しいよね。はい。ということで、今回は以上になります。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。10秒経ったら戻っておいで。大丈夫。僕最強だから。